動隊員の方にお願いする。状況が飲み込めない自動車を走らせる。いきなり現れた巨大な宇宙人の位置を確認し、地下で見たことのない生物が人々を襲った。そしてあの植物状の巨大な生物は何なんだ。ただいま入った道です。赤字百貨店本店の建物の上に現れた植物状の巨大な生物に関する続報です。今のところこの生命体には目立った動きはないものの、建物の周辺に全長3メートルほどの生物が大量に発生しているということです。現場には機動隊が出動し、市民の避難を行っています。続いてこの数日間、世界各地で頻発していた紫色の線香に関するニュースです。気象庁はこの街で一体何が起きているのか。気がつくと僕たちが乗った自動車が湾岸エリアに差し掛かった。彼らは確か交差点で大金が待っていた時に、彼らのことはよくわからないが、とにかく逃げよう。こんなところで会うとはな。藤原さんですか。おうや、お前たちこんなところで何やってんだ。お前には関係ない。さっさとどけよ。なんだこのチンピラが。三下が割り込んでくるんじゃねえ。何よ、ただじゃおかねえぞ。控えろ武藤。藤原さん、申し訳ないですが、通してもらえませんかね。私たちは、あなたが絡んでくるようなことはしていませんよ。何言ってやがる。
仇を追いかけ回しておいて。おい、そこの、あんたらも突っ立ってないで、さっさと逃げろや。奴らの抗争に巻き込まれたら大変だ。逃げよう。騙するんじゃねえよ。お前、誰に口聞いてるのか分かってるのか。うっせえ、ガタガタ言ってんじゃねえ。しょうがねえな、相手してやろう。おい、かかってこい。揺れ方はまずいな。どうしよう。何が起きてるのかな。怖いな。
ありがとう。何が起こってるの？こうなりゃやけだ。今の音くそ、なんだってこんな時に。どうかしたんですか？ああ、僕ら電車でこの先にあるイベリスタワービルに行こうとしてたんです。桜子、お父さんは無事かな？会いに行けないのは仕方がないけど。さては、お二人は結婚の許可をお父さんにもらいに行くんですね。そうなんです。桜子のお父さんが僕の仕事が不安定だということで結婚を認めてくれないんです。それでお父さんに彼の仕事のことを知ってもらうために会う約束をしているの。あ、どんなお仕事をされてるんですか？ゲーム開発者です。まあ確かに外からだと実態がよくわからない仕事だから不安になるのはわかるけど、僕は一条和也、そのゲームの開発メンバーです。そうなんですか。ゲーム開発者って不安定なんですか？いや、会社にもよると思うけど、普通の会社員だからね。少なくとも僕は給料はそれなりにもらっているよ。ただディレクターが面白さ優先主義だとか言って細かくてね、予想してない作り直しが発生するのは大変かな。和也さん、今は安全な場所に避難しましょう。お父さんもきっと避難してると思うから。今日こそはお父さんに認めてもらおうと思ってたのに。もし万が一でいいんですが、彼女のお父さんに会ったらそのソフトを渡してくれませんか？イベリスタワービルの展望室で待ち合わせしていたんです。もし会えたらでいいです。名前は中川のりおです。でも仕方ないわ。
これに乗れば上に駆け上がれるかもしれない。頼んだぞ！頑張れよ！お願いだ！頑張れよ！